はい、こんにちは、暗号通貨ニュースでございます。今日はニュース2つお届けしようかと思いますけども、1つは ADA ですね、体の ADA なんですけども、前々から警告していましたけども、ちょっと目に余るので、ギリギリまでお話しようと思いますけども、 ADA というねコインを預かって、そこに利息を分配するというサービスをネットワークで進めてきている方がいます。私も ADA の、ね、情報発信が長いですから、私のところに持ちかけてきて、まあ、久保さんもいくつか預けておくと ADA が、ね、増えますよと、 ADA は大丈夫でしょ、硬いでしょっていう風な話をするんですけども、あの ADA は私はすごく信用してます、体の財団とかね。でもこの ADA コインをね、誰かに貸して、どこかに貸して、それを利息を受け取るっていうのは、じゃあその ADA をね借りた先がどっかにまた貸さないといけないわけじゃないですか。でそういう事業が全く見えてこないんで、これはインチキだと思います。そういうふうに申し上げたら、まあ、かなり怒られてですね、それ以来の口を聞いてくれないわけですけども、まあ、でもその結果はもうすぐ出ると思いますよ。こういうインチキはね、排除するべきだし、勇気を持ってその話はないと、それは全く騙されているよってことでございます。というのがね、 ADA と、まあ、ある組織が提携をしているというふうに思わしてるらしいんですよ。そんな事実もないですしね、そこからどこどこの、まあ、確たる取引所のね、そのメンバーがそれを進めてるということも言ってましたけども、どっかの組織のメンバーが個人でやってるかもしれませんよ、個人で。でもどっかの組織の責任でやってるわけではないですし、まあ、そもそもね、もうそろそろね、そういうのはやめた方がいいと思うんですよ。何かっていうと、どっかに乗っかっていればお金が増えるかもしれないと、その話を餌に誰かに勧誘して、根拠もね不確かなことをどんどんこう思わしていくというね、やっぱ自分なりに責任が取れる根拠があればやっていっていいと思うんですよ、うん。それからやっぱりね、人に物を勧める以上、私もすごく気をつけてますけども、余剰資金でやることでね、余剰資金というのは10秒後になくなってもいいお金ですよ。それから水物なんで、これはどうなるかわからないってこと、やっぱりね強く主張しないと、やっぱりバランスは取れないと思います。もう儲かりますよとか、絶対ですよとかね、もう元本保証ですよとか、元本保証っていうのはないですからね、元本なんて保証されませんよもっともっとね、よく考えて誘っていただきたいなと思いますし、私誘われることが嫌ではないんですよ。ただですね、私のですね、もう僭越ながら、私の情報量とか判断力を超えてですね、セールスしようと思うのはかなり困難ですからね、私の情に訴えるしかないです。そうなると、もうこのセールス取れなかったらもう破産してしまうんですぐらいのこと言ってみてください。もう絶対儲かるとかね、楽に儲かるとか、久保さんたくさんお金持ってるから少しぐらいダメージをいただいてもいいでしょうというね、そういう言い方はないと思うんですよ、うん。で私がね、それを採用すれば、久保さんがやってるよみたいなセールストークでまたね、私の関係者に広めると思うんですよ。もうこういうのもね、散々なんですよ、うんざりなんですよ、うん。ですからね、私に物を勧めるときは腹をくくってくださいよ。特に私がね、もう愛してやまない ADA ですからね、あやふやなこと言っても私の方がね上ですからね、そこはダメですよということを申し上げて、2つ目のニュースですけども、ビットコインですね。2つ目のニュース、ビットコインは、やっぱりテクニカル分析ぐらいできないのだったら、もう暗号通貨もやらない方がいいです。ICO は全然ダメなんで、もう皆さんもね分かってると思いますけど、 ICO はもう鼻から話になりません。で、あとは各通貨のね値動きですけども、これもねテクニカルが分からない人に何を言われても私は聞く耳が持てません。もう説明するのもバカバカしいんで、そのまんまやりませんって答えてね、何が言われてもやりませんと、参加しませんともう反論もしませんからね。 BTC に関しましては、ビットコインに関しましては、大きな値上がりがあると私はテクニカル上踏んではいるんですよ。というのがもう今ねかなり収束して横ばいになってエネルギーが溜まってる状態なんで、私の FX の理論でいくとブレイクするんですよ。これがどちらかにブレイクします。おそらく120万とか140万とか、この辺に 1.2 倍から 1.4 倍のブレイクが控えているのはこの夏の間に起きると思うんですよね。ただこれも逆方向にブレイクすることもありますんで、きちんとロスカットラインを設けてエントリーしていく、 BTC を積み増していくってことになります。それから暗号通貨に関しましては課税が結構でかいですからね、だから儲かるような気がしてあんまり儲かんないです。はっきり言って儲かんないです。手間もむちゃくちゃかかりますんで、私のやっている暗号通貨のね、暗号通貨の FX っていうのは決済基本的にないですからね、決済しない暗号通貨の取引でございます。決済してそれを日本円に持ち込もうとかね、そういうことはないです。ですから完全になくなってもいいお金、この世に存在してないお金としての資産を暗号通貨取引に投げれない人、余剰資金がない人はもうあんまり暗号通貨のことは考えなくてもいいと思います、うん。
ちょっと暗号通貨ね、すごくセンセーショナルに登場したんですけども、扱えるところがないということなんですよ。これはずっと申し上げてますけども、暗号通貨ね、何のことかまだ分かんないんですよ。誰にとっても。だから金融派生商品です。ね、デリバティブ。デリバティブができない人とか、デリバティブを理解してない人、金融市場のこととか分からない人とかね、初心者の方、誰もできないですもん。だからそこそこね、腕をつけて、理解力を深めて、せめて、ドル円の FX ぐらいは、まあ負けなくなってからじゃないと、暗号通貨なんてもっと難しいんで、やらない方がいいと思います。それは私もね、ずっと変わりません、この主張は。もう6年間、同じ主張でございます。FX の理屈で暗号通貨は動きます。で、上場前のコインは一切手を出さないと。それは宝くじを買うよりも確率が低いってことですね。で、あやふやな情報ばかりに惑わされてはいけないとは言いません。何があやふやかな、どうせ分かりませんから、誰にもね、ということでね、うまい話に飛びつくんではなくて、コツコツとまずはビジネスで上場資金をいつでも作れるようにしてから、それからやっていきましょうということを、もう一度ここで申し上げておきます。では、いってらっしゃい。